どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、何の日かご存知でしょうか。今日はですね、私小川智成43歳の誕生日でございます。おかげさまで43歳になりました。1978年生まれですので、なかなかなヴィンテージとなってまいりました。そんなわけでですね、43歳一発目のコメントをご紹介したいと思います。これはですね、コーヒートーク、ジャズギターに挫折しかけた時、妻からかけられた人生を変える一言という動画にいただいたコメントで、ターボーライオンズさん、ありがとうございます。私も妻からもらった言葉で生きるパワーをもらった経験があります。ありがたい存在ですよね。お母さんの話し方、表情などから優しい方だと勝手に想像しながら動画見させてもらってます。今後も楽しみにしてます。ということで、ありがとうございます。いや、本当、僕は妻と息子にはプラスのエネルギーしかもらってないというか、もう毎日、いい環境で過ごさせてもらってます。本当、妻に関しては、僕が何かやりたいって言った時に否定されたことがないんですよ。教室をまだ維持してた頃ですね。2019年頃かな。古いマンションの一室を教室にしてたんで、近くに新築のマンションができたんで、そっちに引っ越していいって言ったら、いいよってすぐ OK してくれたり。結構お金かかるじゃないですか。敷金、礼金とか。で、あれってなんだっけな、普通の賃貸契約じゃないんですよ。授業で借りる場合は保証金とかあるんで、結構何十万ってかかるんですよね、普通の賃貸よりも。そういうのとかも全然 OK すぐしてくれるし、ギター買いたいって言って、ヴィンテージのギターとかね、このギターとかもそうですけど、買いたいって言ってもう全然、あ、そうなんだ、買ってきなぐらいな感じだし、時々、例えばこの今映ってるカメラ、これ一眼レフの α7C っていうソニーのカメラなんですけど、結構数十万するんですけど、これ買い替える時にこういうの欲しいんだって言ったら、でも YouTube って画質よりも内容じゃないのって言ってて、あ、やっぱカメラとかって買い替えちゃいけないのかなーなんて、あんまり乗り気じゃないのかなーとか思ってて、次の日になったら、あ、昨日こんなこと言ったけど、あれ否定してる意味じゃなくて、私の思ってる感想だから、もし欲しいんだったら買ってきなっていう風に結局 OK してくれるっていうか、もちろん妻なりの考えはそれなりにあるんですけども、それと違う僕の意見だったとしても肯定してくれるっていう、もう本当にありがたい存在なんですけども、やっぱね、こういう環境にいると、なんか僕も本領発揮できるというか、エネルギーをいっぱいチャージしてもらえるんで、やっぱ力が出ますよね。これ逆に否定され続けたり、あなたなんてダメ、お前はダメだ、能力がない、やめた方がいいって毎日言われ続けてたら、これどんなに才能ある人でも結構伸びないですよね、こんなんじゃね。まあちょっと極端な表現になりますけど、一流のスポーツ選手、まあ、野球でもサッカーでも陸上でも何でもそうですけど、必ず一流の選手には一流のトレーナー、監督、コーチついてますよね。あれやっぱ草野球チームに、メジャーリーガーになる素質がある人がいても、草野球チームにずっと居続けたら、やっぱ伸びるもんも伸びないですよね。それなりに社会人野球からプロ野球になったり、甲子園からプロ野球行って、それで、メジャーリーグに行ってて、こういうなんかやっぱステップがあって、それなりにこう一流のその場その環境ごとに一流のコーチや監督やトレーナーがいますもんね、必ずついてきますもんね。やっぱ自分一人で
何かやろうと言っても限界があるんですよね。他人の力、他力がやっぱ必要なんですよね。なので、やっぱこう、否定的な環境や、自分のことを足を引っ張るような環境、そういうところにいると、やっぱ伸びるものも伸びないので、一刻も早くそういうところを、から離れることがやっぱ重要ですよね。なので、本当、妻と息子には感謝しております。昨日もね、息子から手紙もらって、パパいつも仕事頑張ってありがとうとかって言ってくれて、書いてくれて、本当嬉しかったですね。そういうのがエネルギーになってますね。で、優しい方だと勝手に想像しながら見せてもらってますってことで、まあ、本当に今だからこういう笑顔でいられるんだと思いますね。多分十数年前はもっとギスギスしてたし、人前で喋ることもできなかったと思う。人前じゃないですけどね。カメラの前で喋ることもできなかったと思うし、やっぱり環境の変化によって僕も変化してきたと思います。やっぱギスギスした時は嫌なやつだったと思います。今思えば。嫌なことも言って、嫌なこともやって、そういう人間だったと思います。なので、そんなね、聖人君子っていうんですかそんな大したもんではないんですけど、まあ本当に今妻と息子、この家庭の環境が本当に、僕のことを応援してくれてるので、こういった優しいと言われるような表情でいられるんだと思います。でジャズギターの方もですね、やっぱそういう環境だから伸び伸びとできてるんだと思うんですよね。一時期やっぱり僕もアクセクと、フルパワー 120% の力でやんなきゃって思って焦ってた時期もあるんですけど、やっぱ焦ってると先へ先へ行こうとしちゃって身につかないですよね。なんか課題ばっかりいっぱい、集めちゃって、それが消化されてないというか、だから耳コピーとかしてできた、はい次って言って、耳コピーしてできた、はい次ってなっちゃうんで、覚えたの次から次へと忘れてっちゃうみたいな、なんかそれってあんま意味がないなっていう感じで、まあ今だったらね、のんびりと時速60キロぐらいで、安全運転の速度で走ってるような感じなんですけど、昔は軽自動車のくせに120キロメーター振り切るぐらいでワーンって走ってる状態なんで、オーバーヒートしそうな感じでしたね。なのでやっぱ120キロで走ろうが60キロで走ろうが時間の差はあれど、行き着く先は一緒ですからね。スピードが違うだけで、こっちが120キロで走ってオーバーヒートして演奏してる間に60キロでスーッて抜かすこともありますから、本当、うさぎと亀じゃないですけど、やっぱ自分の、自分らしい速さ、速度で、走るのがいいですよね。だからジャズギターで言うと、自分らしく、学んだものを消化して、噛み砕いて、理解して、それを、自分で表現するとこまで持っていくのがいいですね。まあ、最近だとチャーリー・クリスチャンとかをコピーして、それをいろいろ他の曲でも応用してるんですけど、まあなんていうんですかね、こういう例えばチャーリー・クリスチャン特有のこういったフレーズ一つとっても、覚えてその後いろんな曲でインプットしたこのフレーズをアウトプットしていくことで自分のものになるんですよね。なので覚えただけじゃダメなんですよね。それをアウトプットして他の曲で使っていかないといけないんですよね。そうしないとなかなか自分の長期記憶っていうんですかね、自分の
手癖にならないので、やっぱり焦ってるとね、その作業がおろそかになっちゃうんですよね。まあ焦ってるといいことないですね。なのでですね、ターボーライオンズさん、貴重なご意見ありがとうございます。そんなわけでですね、43歳となった私、あ、そうだ、最後にですね、久しぶりに何年かぶりにホームページを更新したんです。ホームページなんてあったんだって感じだったんですけど、2019年ぐらいから何も手をつけてなかったんですけど、で、そちらの方にですね、以前お話ししたオンラインレッスンの詳細の方に載せておきました。本日10月13日からオンラインレッスンの方を受け付けさせていただきます。なので詳細はそちらのホームページの方、アドレスは下の概要欄の方に載っけておきますので、そちらの方からアクセスして、もしご希望の方はメールアドレスが載ってますので、そちらに必要事項を書いていただいて、送信していただけたらと思っております。ということでね、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。